ロックマン&フォルテ、ロックマンシリーズとしても、そして通常のゲームソフトとしても、最後に発売されたスーパーファミコンのソフトとなる本作は、ナンバリングから外れた外伝的作品です。ロボット研究所、謎のロボット、キングに奪われた宿敵、ドクター・ワイリーが、恥も外聞も捨てて、ロックマンとフォルテに助けを求めてきたというストーリーです。ゲームはロックマンとフォルテのいずれかを選択して戦うことができます。ロックマンは従来の操作感で遊べますが、フォルテについては2段ジャンプやダッシュ能力があり、さらにチャージショットこそ打てないものの、オート連射に7方向へのバスターの内訳といったスピーディなキャラクターとなっています。惜しむべきは特殊武器については能力が同一という点でしょうか。まあ、アベラス、もう一つの宝島。古き大航海時代に名を馳せた、伝説の海賊である、キャプテン、マーヴェリック。彼が時代の波に消える中に残した言葉、私の財宝を手に入れたいものは、私の仕掛けた謎解きに挑戦してみよう。これに感化されて多くの冒険者が、彼の財宝を求めて旅に出て、そして、消えていきました。その彼が残した宝、マーヴェラス、を求めて3人の主人公が、旅に出る、というストーリーですが、これだけ聞くと、ジャンプで連載中の暴海賊漫画を、思い起こす人が、多いかもしれません。しかし本作の発売は、暴海賊漫画連載開始の1年前なので、むしろこっちがオリジナルでしょう。三人の主人公を切り替えながら進んでいくことになりますが、それぞれが特殊なスキルを持っており、これを駆使して攻略していくというパズルゲーム的なゲームとなっています。スラップスティック。自分が発明したアイテムやロボットを使って、事件を解決していくコミカルな RPG です。極楽星と呼ばれる惑星のロココ町で、発明家の卵である主人公は、自分の発明で悪の組織ハッカーが起こす、様々な事件に立ち向かっていきます。自宅の地下に研究所があったりするので、そこで日々発明することが、このゲームのポイントです。全体的に穏やかな世界観で、BGM ものんびりした感じがいいですね。戦闘では自分の開発したロボットと、発明の品々を駆使して戦い、自分把握までサポート役になっています。いわば、正義の科学者、的な役割ですね。このゲームの面白さは何と言っても、発明、することで、ロボットや武器、補助アイテムはもちろん、なんとイベントに必要なアイテムまで、発明できてしまいます。失敗は成功の母、とも言われる通り、とにかく何でも発明して、実践で試してみるのが楽しかったです。
星のカービィさん。タイトルでは3と銘打っていますが、実は発売はスーパーファミコンの名作、スーパーデラックスより、後となっており、すでに次世代機が発売されてから、数年が経った頃に、発売された形になります。本作が、3、と銘打っているのは、ゲームボーイ版の、星のカービィ2の、後続的な作品だということを、主張するためでしょう。2と同じく、仲間システムが採用されており、それに加えて、カービィの代名詞である、コピー能力も健在ですが、スーパーデラックスのような、マニアックなやり込み要素は、なりを潜めており、比較的穏やかな難易度の、出来となっています。ちなみに本作の中には、任天堂のキャラクターが、こっそり出演していることでも、知られています。マリオやサムスといった、メジャーなものから、新、鬼ヶ島の、ドンベと光と、誰得なものまで参戦しているので、探してみてはいかがでしょうか。ゴッド、目覚めよと呼ぶ声が聞こえ、少年ジャンプで、マジカル、タルルート君を連載していた、江川達也先生がキャラクターデザイン、さらにあの世紀末の、デーモン小暮閣下が音楽総監修、という鳴り物入りで発表された本作は、8歳の男の子が主人公で、北海道に住むおばあちゃんの家に、自転車で一人旅をする途中で、立ち寄ったつくばね村で、トラブルに遭遇する、というところから物語が始まる、ロールプレイングゲームです。始まりこそほのぼのしているものの、後の展開は人類を侵略に来た、エイリアンとの戦いという、非常に殺伐としたもので、さらに主人公が超能力で戦う点などから、任天堂の名作、マザーに、よく似た作品と言えますが、よりブラックな展開となっています。ちなみにスタッフこそ有名人が、名を連ねる本作ですが、発売時期すでにスーパーファミコン自体が、終末期で、あまり売れなかった、とのことです。ルドラの秘宝、エニックスと並んで、日本の RPG メーカーの大手となる、スクウェアによる作品です。スーパーファミコンの末期、ファイナルファンタジーシリーズの大人気の裏で、同社は様々な挑戦的な、RPG を制作しています。ドラゴンと共に戦う、バハムートラグーン、オムニバスシナリオとチェッカーバトル、そして小学館とのタイアップで有名な、ライブ、あ、ライブ。そして本作はその2作にも隠れていますが、世界崩壊までの、わずかな日数を舞台とする、独特なシナリオと、打ち込んだ言葉が、そのまま効果を持つ魔法となる、言霊システムで、ある程度の知名度を誇ります。言霊システムは、カタカナ6文字を自由に打ち込み、法則に従って自由に魔法を作り出せるというものです。ちなみにケアルで回復、砂で状態異常回復はわかりますが、他者の呪文であるドラクエの魔法も使える、というパロディも楽しむことができる、そんな作品となっています。
子青龍伝、二人の勇者。当時としては比較的珍しい、日本神話をモチーフとした、アクションロールプレイングゲームです。勇者の末裔である、少年ジンが、魔物に変えられてしまった。少女を食うと共に、復活した邪神を倒す旅に出る、というストーリーとなっています。ちなみにタイトルの武士とは、武士のことではなく、ラスボスである、海の兄シンの妹にあたる、山の妹シンを守る、四人の勇者を意味する、たけしを意味します。ちなみにアクションと銘打っていますが、基本的に自分が一つ動くと、敵も一つ動く、ローグライクゲーム的な、感覚のゲームとなっています。また、魔物になった少女を食うが、空を飛んだり、陣を投げたりと、かなり独特なアクションを、してくれる点も含めて、非常に独創的です。ちなみにゲームデザイナーは、ポケモンのデザインで有名な、田尻さとしさんです。Thank you.